生活スタイルをご紹介するために考察していただきます。ヴィーガンっていう方を、ヴィーガンっていう言葉は最近知られてきてるんですけれども、さっき先ほどこれは倫理学なんですか宗教学なんですかというご質問をいただいたそうです。どっちなんだろうって考えちゃったんですけれども、これは宗教ではありません。でもちろん倫理学かって言ったら、まあ、倫理学って考えれば倫理学ですね。やっぱり人間同士でも傷つけ合うことはいけないっていうことになってるじゃないですか。で人間同士傷つけ合うのがいけないのに、なんで動物、相手が動物だと傷つけていいことになるのか、苦しめていいことになるのか、ちょっとおかしいなって。でそれを本気で考えるっていう、まあ倫理学って言えないこともないけども、これはヴィーガンっていうのは宗教でもなければ学問でもありません。これはライフスタイルですね。でヴィーガンっていうライフスタイルについてちょっとご説明しますと、私もヴィーガンなんですけれども、私の仲間もヴィーガンの仲間たくさんいますけど、お肉、卵、乳製品、お魚食べません。動物の体から取ったもの、毛皮、ジャクテイク、皮ですね、本皮ですね、あとナウル、ウンジ、そういったものは食べません。あと動物自身であるんですね。動物自身だからっていうのも私は皆さんのものほとんどがそうなんですけれども、でも、まあ、だから全部本当に食べ物とか飲み物とか、でも身の回りの本物とか、箱とか、ダイエットの洗剤とか、あとは洗剤とかですね、洗濯機の洗剤とか、そういうこともみんな、そういうことは動物に食べてます。そういうものも、簡単に買えらしいものは、食べてないです。
用して最初から生きる権利もないものとしてこの世に生まれさせて、世界の良いものを家畜と呼んで、でそれがあまりにも当たり前のことになっていて、それが当たり前だと思って生きてます。スーパーマーケットのそして、私たちが考える
ではないです。目の前でやってきます。またこれは別なんですか？ことは別ってことだ。大体ともお知り合いですし、仲良しの方たくさんいらっしゃるので。でも、じゃあどうすればいいのか。ということ。4時、ちょうど4時ぐらいです。あ、はい、ありがとうございます。ビーガンだと、美味しいもの食べられない。こんな感じになるの。あ、はい、食べられないんじゃないか。絶対にありますね。もう最初から真面目な生活してます。多分これ、うちでもこの映像になるね。マヨネーズも。まだライブです。まだライブです。このままじゃあ終わり。こっちから。ありがとうございます。